こんにちは、すいません、ちょっと出先でちょっと本当に申し訳ないんですけど、まあ、今、自分のチャンネルの、すごいボクシングにめっちゃ詳しい、まあ、視聴者様のコメントでまたちょっと返せなくて申し訳ないんですけど、まあ、後で本当にね、家帰ってじっくり、見てまた動画アップしますんで、ちょっとそちらでね、しっかりやっていこうと思うんですけど、カシメロマジっすか、うん、ちょっと逆質問ちょっとあれなんですけど、いや本当に今マジで1分前ぐらいにそれ今知って、ちょっと今頭パニックなんですけど で体重作れないっていうんじゃなくて、なんかコロナになったっぽいっすね、うん、そのすげえめちゃ詳しい方がおっしゃるのが、で、まあ、剥奪なんですかね、剥奪でアグベゴと、バトラーでっていうところで、どうなんですかね、あのカシメロの動画を見たところだと、まあ、いつも見てるんですけど YouTube をすごい絞れてて、ね、体重のね、そのコンディションとかっていうのは本当に大丈夫かなとかって思ってたんですけど、うん、やっぱりあのカシメロがねオフの時だとやっぱりこうポチャポチャしてたというかね、うん、あれ見てボディ弱そうだなとかってね、なんか勝手に思ってたりもしてたんですけど、あ、全然なんかこう絞った時のカシメロを見たらもうバキバキでね、ちょっとやばいなとかって思ってて、でもどうなんですかね、でもニュース見るとなんかバンタム級戦線から逃避とかって書いてあるんですけど、うん、ちょっとそれはあんま考えにくいですよね、うん、というところでちょっと本当なんかね、なんていうんだろう、その目の頭がねパニックでちょっと本当整理がつかなくて申し訳ないですけど、うん、ちょっとあの皆さん、あの知ってる方がね、いましたらぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、またちょっと帰って本当じっくり作りますんで、はい、失礼します。